面白いアルバイトをしていた芸人4選最後の人は衝撃の内容。トロサーモンクボタセクキャバの店長、母親からもらったネクタイを締め張り切ってマイクパフォーマンスをしていた。トイレに行くときにネクタイを外し戻ってきたらネクタイを女の子にふんどしにされていた。レイザーラモン RG 予備校の黒板消し、10分の間に6個の教室の黒板を消すというアルバイト。短時間で急いでやらないと間に合わないためかなりの体力仕事だという。時給は1000円だったそうだ。ドランクドラゴン塚地墓石カウント、墓地に行き昭和50年以降の墓石を数えるというバイト。何の目的で数えているのかは未だに謎だという。江頭2時50分モデル、時給2万円でちょっと裸になるだけの簡単なお仕事らしい。ロープで縛られたりチェーンに吊るされたり鞭で打たれながら写真撮影をするだけみたいだ。